映画パーソナリティ伊藤さとりです。伊藤さとりと映画の仲間たち、今回私着物を着ているんですが、第3回下町コメディ映画祭 in 台東の司会をしています。そこの審査員を務めている、さらにこの冬にバカ者という映画が公開されるこの方をご紹介したいと思います。金子修介監督です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。金子監督、はい、バカ者の監督の金子修介よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あのまず下町コメディ映画祭 in 台東の今回審査員になられたという、この経緯っていうのはどこから。去年来たんですよ、お客として、はい、立ち回りっていう韓国のコメディ映画見に来たら、そしたらあの舞台に上げられちゃって、来年審査員やってくださいよって言われまして、はい、まあ、じゃあ現場やってなかったらいいかななんて言ってたら、あの現場やってないんであのやってまいりました。はい、はい、覚えてます。私が司会をしておりまして、はい、あの登壇していただきました、はい、でもどうですか、下町コメディ映画祭引退と、こう中側に入ってみて、ご覧になられてみて。いや、なんか気楽な雰囲気があって楽しいですよね。楽しい、みんな本当に楽しそうに笑ってるから、このそのテンションがこう来ちゃって、僕もいい気持ちになってあの楽しんでますけど。さて、この下町コメディ映画祭引退では審査員なんですが、金子修介監督の新作というと、公開が12月になるんですよね。バカ者があります。12月18日っていう、はい、ほぼその辺じゃないかということで、うん、そうなんですね。あの内田有紀さんと成宮弘樹さんが共演していて、またこれ見させていただいたんですが、こうその2人が出会ってしまったがゆえに、こう運命というか生き方が変わっていってしまった青年と、そしてその彼女がその後どうなっていったのかっていう人と この交流の中でのこう情感というか、人間の感情がすごく揺れていて、私は切ない作品でしたが、まあ、あの撮っててもなんとなく切なくなってきましたけどね、うん、あの僕自身はあのバカな青年って言っちゃあれだけど、バカな若者、はい、自体はあの好きじゃないんですよ。で今回はそのバカな若者を好きなあの成宮君とか内田さんが演じることで、そのどう共感できるか、自分がその彼らの生き方に、まあ、生き方っていうほどの生き方じゃないんだけど、その、下手な生き方ですよね。それに共感して、それでさらにそこから彼らの人生っていうものが見えてくると、そこにまああのもしかしたら皆さんの人生も重ねて見えてくるかもしれないみたいな感じで、撮影したんですけどね。溺れるって言葉がテーマだった気がするんですよ。愛に溺れて、お酒に溺れてっていう、そしてなんか2人がまた人生に溺れていくような、そんなような気配がしたんですけれども、ここ最近のその草食男子っていう言葉とはまた違った何か今現代に必要な映画な気がしたんですが、うん、それはもう草食じゃないですもんね、うん、お互いにあの肉食で、あのお互いをむさぼり尽くすくらいの出会いがあった、うん、それがあの激しい別れを経験した時にあの喪失感っていうのはすごく大きいと思うんですよ。その喪失感からあのさらにお酒に溺れて自分を見失っていってしまう、うん、でもそこからあのいかに、立ち直っていくかっていうところを、見ていただきたいなと思うんですね。まあちょっとあの、まあ、言うとこう理屈っぽいっていうか教訓っぽいような言い方になってるけど、実はそうじゃなくて、もっとその、バカ者に寄り添うような形で描いてるつもりなんで、気持ちの中ではあのもっとちゃんとしろよと思いながら、あのそれを見つめて、描いていくという方法を取ったもんですね。バカになっていいじゃん、こう愛に溺れていいじゃんって、私はすごいそこがねなんか良かったんですよね。ちなみに監督はあのご自分の中でこう映画をずっと撮り続けてきてるわけなんですけれども、自分のその映画の世界に入ろう、映画監督やりたいと思った原点になる作品っていうのは、映画の中で何かございますか。
中学校の時にテレビで見た三省堂通りなんですけどね、それが映画のバックステージものじゃないですか。で、ああいう世界に行きたいなと思いつつ、同時にあの映画の中でセシル・B・デミル監督が出てくるんですよ、はい、うん、かっこよかったんですよ、それがね。それでこう教室で学級で、あなたは何になりたいのかっていう無記名の投票でですね、映画監督って書いたんです、はい、それで後ろの教室の後ろに貼られて、みんなサラリーマン10名とか、パイロットとか映画監督1名っていうのがあって、みんな周り集まって、映画監督誰だ誰だって言ってんですよね。僕黙ってたんですけど、どうせポルノだろうとか言ってんですよその通りになっちゃったっていうか、はい、すごいですよね。本当にじゃあ小さい時の夢が叶ってしまったっていうことですよね。そうですね、まあ、それプラス高校生1年生の時に8ミリ映画を作ったんですよ、うん、友達同士で文化祭に向けてね。それの経験がすごく大きいですね。夢をずっとこう、うん、諦めずに進んでいくっていうことなのかなって今気がしたんですが、うん、なんか言われるとそんな大層なものじゃなくて、なんかずっとこうやり続けてきたっていう気はありますけど、いつも学生の時は焦燥感っていうのがありましたね。そういう映画監督になりたいし、映画を勉強して、行きたいけれど、自分にそういう才能とかそういう機会ってあるだろうかっていう、そういう焦りっていうのが、まあ、20代の頃ずっとあったかな。で、まあ、運よく日活の助監督試験に合格してからも、いつ監督になれるんだよ、いつ監督になれるんだよっていう、その日活ロマンポルノが終わる前に監督になれるのかよっていう、そういうですね、常に焦りがあったですね。でもご存知の方も多いと思いますけど、ゴジラシリーズを撮られたり、また、ね、デスノートでもね、はい、さらに映画も撮られて、で満島ひかりさんが出てるプライドがあって、そしてこれからバカ者があるわけですよね。本当に監督は映画がお好きだっていう気がするんですけれども、うん、最近見た映画の中でとか、まあ、これから興味のある映画何かございますか？そうですね、ヒックとドラゴンは最近見たから面白かったな。アニメーションとして本当に素晴らしかったですね、うん、CG のトイストーリー3も良かったけど、 CG の芝居がヒックの芝居がアンディの芝居よりも芝居がうまいっていうかよく深いところまで芝居してるなっていうふうに思ったな、こんなよくできるよなと思って、芝居がそうなんですね、うん、面白い見方ですね。それぞれのキャラクターをこう比較してみたという、キャラクターじゃなくて芝居のこうなんか感じっていうのが、細かいことやってるんですよね、ヒックは。アンディはアンディで可愛いけれど、ヒックの方がこう主演男優賞的なものがあるじゃないかアニメ部門の主演男優賞、うん、そうそうそう、ぐらいこう細かいことやつ。何か期待している映画とか、これ良かったなっていう洋画はありますか？バイオハザード見たいけどまだ見てないミラ・ジョボビッチ、ミラ・ジョボビッチ、あと恋して、食べて祈って恋してっていう、あれ見たいですね。どういうところが興味をそそりますか？やっぱり彼女をね、ずっと見てきたから、ジュリア・ロバーツさん、またさらにいい女になっているなと思って最初から良かったけど、年もいい感じになってるなと思って見たいですね。ありがとうございました。バカ者は12月の12月ほぼ18日ぐらいじゃないかなということで、はい、ぜひ皆さん金子修介監督の新作も楽しみにしていてください。ということで、金子修介監督でした。ありがとうございました。